ブインサッピ内のタッパーの SF。 10月20日木曜日第145回目の配信です。改めましてドライブインサッピ内のジェイク椿です。今週はですね、ついにですね、ドライブインサッピ内第4回公演のお知らせを、ちょっとね詳しくやっていこうかなと思います。ですね、ちょこちょこ情報を出してたんですけど、日程やら今回のチケット料金場所だったりとかっていう話もねしていきたいなと。あとこのドライブインサッピ内の今タッパの SF、配信しているんですけど、こちらの方にもちょっと画像をね、フライヤーの画像をね載せたいなと思います。はい、ということで、どうでしょう、見やすいかな、どうでしょう。ちょっとね今回は、今回もどうフライヤーの現物はですね、いろんな事情からですねはしないで、こうデジタルなデータのみでの配布ということになります。ものに関してはツイッターだったりホームページ、なんかでねデータ載せておりますので、もしよければそちらからダウンロードしてもらって、写真ね保存してもらって、そこからね見てもらえたらいいかなと思うんですけど、ではまずですね、ドライブインサッピ内第4回公演、食べれずにというタイトルで、日程はですね11月19日土曜から21日月曜と、で場所下北沢のスターダストというところで、行います。はい、作演出ジェイク椿、僕ですね、出演はこの2名というところで、2人芝居ですね今回はね。ちょっとね演出上ねもしかしたらちょっとプラスになるかもしれないんですけど、今の時点で2名というところで、やっております。ドライブインサッピ内の2人芝居シリーズというようなもんですかね。これからですね、料金に関しては、前より当日こちらどっちも変わりません。1800円で、このツイキャス配信というのも前回あったんですけど、ツイキャスの方でも、公演、日程がね終わった後、後日から配信1週間ほどね、したいなと思っているようなんですね。もしかしたらちょっといろんな風によってね、ちょっと配信ができませんでしたみたいなことになるかもしれないんですけども、に関しては、後日ですね、SNS でお知らせをしていこうかなと思っておりますので、希望の方いましたらそちらの方で確認してもらいまして、予約をねぜひしてもらいたいなと思います。で、日程と、タイムスケジュールですか、19日土曜日1日目ですね、こちら18時から、1本のみというところで、で次20日21日の2日間両日ともに14時の回と18時の回、1本ずつですねあります。で全てで5本と、でその次ミナアクセス小田急線の下北沢駅東口改札から徒歩2分ですね。で駅からすぐすごく近いところにありまして、駅前にマックわかるかなあるんですよね。そっちの方に向かうんですけど、その前の十字路を、なんていうのかな、あっちスーパーの方に向かって、曲がってもらうと、すぐそこにブルーマンデーという喫茶店、看板が出てきまして、階段上るような、入り口がね、見つかると思うんです。そこの3階に、劇場があり、劇場というかスタジオのようなものがあります。そちらの方ですね、行ってもらえれば、周りに、スタッフ、係員がいますんでね、訪ねてもらえれば案内も、できると思いますんでね、ぜひ来てくださいと。下北沢スターダストというところですね。
はい、ということでこのデザインなんかね、毎回じゃないか、まあここ何回か僕が、デザインも兼ねてやっているんですけども、はい、このデザインもなかなか、自分が言うのも変ですけど、なかなかいいんじゃないかと思っております。で、まあこの今回のフライヤーに関しては、なんか今回の作品の雰囲気、こういうお話ですよっていうようなイメージもね、より、入れてみました。まあ、ここからいろんな方ね、どんな風に想像してもらうのかわからないんですけど、まあ、見てもらってね、ああなるほどな、なるほどな、なんのかな、わかんないですけどね、あ、なんとなくこんなイメージなんていう風に持ってもらえたらなというフライヤー情報でした。はい、で今回はね、そういうお知らせのみになってしまいましたけども、まあもうあと1ヶ月後ぐらいですか、ほぼ ね、稽古もねまだまだ、始まったばかりというところですが、ぜひね来てほしいなと。で、まあもうね発売予約に関してはもう、今日から行っておりますので、まあ、僕の方からも何かこうお知らせできる方には、お知らせしていこうかなと思っておりますのでね、ぜひ、来てほしいなと思っております。それでは今回のねタッパーの SF 以上です。ジェイクスバキでした。それでは。